明けましておめでとうございます。去年は1年ありがとうございました。ありがとうございました。今年もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。これが、多分上がるのがキャンプ動画先に多分上げてると思うので、ちょっと遅くなってるかなと思うんですけど、はい、今日の動画は僕らがいつも毎年恒例にしているルーティーンというか、この YouTube を撮り始めた時に一番最初に行って、すぐ僕らちょっとこう伸びた動画とかがあって、そこからやっぱりいいところなんだってことで、毎年必ず欠かさず挨拶に行かせてもらってる場所もあるので、まあ、その時の動画も挟みつつ、今年の目標だったり、去年どうだったみたいな話をちょっとしていきたいなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。あんまないんでね、こういう動画ね。1個は栃木県の三峯神社っていう場所なんですよ。今年も終わりますよ。終わるな。本当だよね。あっという間の1年だと思っちゃう。もう見慣れた景色だけど、一礼して入ります。今年1年のお札ですよ。今年1年お世話になりました。来年もまたお力いただきたいと思います。ありがとうございました。本当にお祈願させていただきました。を待ってよ。また来年も持ってこないとね。そうだね。相変わらずいい眺め。なんで最初こう行き始めたかっていうと、エンターテインメントとかのご利益があるっていう話とか噂が多かった場所で、動画をやり始める前に一回挨拶行かせてもらったっていうのがきっかけなんですけど、で、あともう一つが、動画にも過去にしてますが、山梨県の河口湖に浮かぶ宇野島っていう無人島があるんですよ。ちっちゃいんですけど、で、そこに唯一神社が建っていて、そこは宇野島神社って言って、弁財天さんっていう神様が祀られている神社があって、そこもエンターテインメントにすごくご利益があるという話があったんで、その2つを毎年行ってるんですよね。そうだね、手漕ぎボード漕ぎだからね。富士山が綺麗。やばいね。これが河口湖のところですよ。だいぶ近づいてきた。本当風がないだけ良かったけど、やっぱ冷えるね、水の上は。初めてですね、こんな風のない、ね、全く風ないですよ。俺と水木が漕ぐときは大体辛いもんね。風強くて着きますよ。もう見えてきた。毎年変わらぬ景色。来る時期も一緒だから本当変わらないですね。上陸。
礼します。失礼します。今年も1年ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。また来年行きます。お願いします。お願いします。またね、変わらぬ景色を見させてほしいね。そうですね。本当に。今年も綺麗だよ、うん。来れば来るほどいい場所だな、ね。うん、いい場所だ。富士山は。そのルーティンがあるってなんかいいよね。うん、なんか毎年恒例っていうのが。うん、あとはおのおのちょっとゆっくりしたり、うん、まあ自分はずっと編集してました、ありがとうございます。ありがとうございます。もっと感謝しろ。映像越しにね、映像直接じゃなくて映像越しに直接言えって感じですかね、うん、去年どうでした。去年はね、うん、まあ本当いろんなところに行かせてもらって、うん、いろんなとこ見れて、なんか俺めちゃくちゃ旅行行ってんのかなみたいな感覚。あ、うん、確かに。でいろんな人と話して、なんかこうちょっと成長してる気になってる、うん、って感じですかね。まあ泊まったりもしてましてね、うん、ああ、うん、確かにね、うん、俺はそうだね、その同じかな。成長を感じれたっていうのもあるし、昔はね、ほら交通費とかも自分らの、ね、うんうんうん、お金出してたけど、やっとね動画でいただいたそのね、やつで行動できてるっていう、まあ、まだマイナスなんだけど全然。まああの給料っていう部分では全然あれなんですけどね、うん、やらしい話、うん、行動費とかっていう部分に関しては賄えるようになったからね、そういう部分ではだいぶ違うよね、うんうんうん、まあそれも全て見ていただいてる方のおかげであります、うん、ありがとうございます。実感してます、うんうん、そこの部分は、うん、なんか見てもらえるからこそ活動できてるんだなっていうのは、うんうんうん、本当そうですね、うん、だから本当 YouTube の分の収益っていうのは YouTube 財布っていうのが僕らあって、うん、そこにこう入ったら入れて、それからこう出すみたいな感じでやってるんで、本当、うん、皆さんのおかげです。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。去年のこの時期とこう比べた時にはるかに見てくれる人も増えたし、コメントしてくれる人も増えたし、うん、もうそれがすごい嬉しいですね、うん、本当に。本当そう、確かにね、確かに。で YouTube ってあの自分が昔芸人やってたから、うん、売れない芸人で辞めたんだけど、なんかそういう時と違って、今 800m 位置、1キロ、1.5 キロみたいな感じで、ゴールに対してこう看板がずっとあとどれくらいでみたいなのが見えながら夢を追っかけてるって感覚なのね、俺は。あ、なるほど。動画出して反応をもらってどう思ったとかっていうのを分析もできれば、うん、あ、こういうにしたら反応大きく返ってくるとかっていうのを全てこうやっていけるから、うんうん、みんなが友達とかに言って、あ、面白いよねってこう話ができるようなとこまではほんと早く行きたいなと思ってるんで、うん、確かに。多分今は僕らのことを応援してくれて見てくれる人が紹介していただいてる形だと思う、多分。誰誰みたいになって、うん、これあ、そうなんだっていう話だから、うん、その会話を、あ、面白いよねこの人たちっていう会話に早くしたいなって、うんうんうん、この前のあれ見たみたいなね。そうまだ見てないんだよみたいなね、うん、そうしたいっすよね、うん、そうな、いいねそれ、うん、それにこう向けて走ってる看板は去年よりも進んでる看板だったかなとは思いますけどね。今年は今ね、心霊
自給自足キャンプっていうのも、うん、まあやり始めて、うんうん、まあキャンプじゃなくてもいいよ、他の企画なんかこう楽しいみんなが見てもらえるような企画が生まれたらそれはそれで OK なんだけど、うん、100万回再生、それね何それは確かに何かで100万回再生、うん、行ってみたい、僕らのチャンネルで一番マックスが多分20何万回だから、うん、最初は50かなと思ったんだけど、いや大きく持った方がいいなと思って、うんうん、確かに100にしてみましたお願いします、大きく出たな、うん、100万登録じゃないんだよね、100万登録、100万再生、ね、まず、うん、そうなんだよね、だからそれも進め方にもよるかなと思うけどね、うん、結構僕らは見てる人たちが次も見てくれる、うん、次も見てくれるっていうのをベースにしてるから、その中で何かこう一個ひときわボンといけばいいなっていうコツコツタイプだと思ってたんですけどね、うんうん、まあ、100万再生いく動画が出たら嬉しい、ね、出たら嬉しいよね、本当に、うん、500やっぱいいねは達成したから、うん、それの10倍ぐらいは5000いいねはちょっといきたいかなと思ってるんで、単純計算今の視聴者、あ、今の視聴者10倍だよねだからそうそう、今1、2万ぐらいが平均、2万ぐらいが平均だとしたら20万か、あ、でもまあそうか、あ、でもそう、あ、そうか、でもそうなったらそうか、あと1年後ね、この世の中がどうなってるかっていうのもあるし、ね、あ、確かにね、うんうん、この先どうなるかわからないですが、今年もちょっと皆さんと一緒に笑ってちょっと頑張っていきたいですね、うん、そうだね、うん、あとはでも本当にオフ会したいですね、オフ会は本当にしたい、うん、まあ本当に今のご時世だいぶ厳しいかなと思うんですけどね、オフ会でこれしたいあれしたいみたいな話はもうここの1年めちゃめちゃしてるんで、うん、でもタイミングできないねできないねでずっと1年間経っちゃって、うん、でそれもそうっすね、去年必ずやるって言っちゃってたから、うん、そうだよねそうだよね、なんかねやりたいよね、うん、サトルくんが一番やりたかったますもんね、オフ会、うん、オフ会はもう本当に あってうん、みんなに会って顔を合わせて顔を見て話がしたい、うん、確かに、まあ、そんな感じでした、はい、なんで今年もよろしくお願いします、よろしくお願いします、 今日も動画見てくれてありがとうございます、ありがとうございます、ぜひぜひ次の動画もよろしくお願いします、よろしくお願いします、コメントとグッドボタン、今年も1年チャンネル登録お願いします、お願いします、お願いします、じゃあそんな感じで、はい、じゃあね、スティーバーニーのバーニーのあの夕日みたく燃やしたい、でもまだ遠いみたい、どうにか届くようにまたバーニー